オラクルはアメリカ合衆国カリフォルニア州に本拠を置く民間法人や公的機関を対象とするビジネス用途に特化したソフトウェア会社である。2007年にはマイクロソフトと IBM に次ぐ世界で第3位のソフトウェア会社となり2018年現在もその地位を維持している。日本法人は日本オラクル。オラクル社はデータベース管理システムを中心とした。 企業向けソフトウェアの開発、販売を行っている。また多数の買収により、ソフトウェア市場でのシェアを高めており、オラクルは主力のデータベース管理ソフトウェア製品であるオラクルデータベースに加え、データベース開発ツール、ERP、CRM、SCM などの製品を持っている。認定資格としてオラクルマスターがある。オラクル社は1977年に、 ダリー・エリソンにより設立された。1979年には、オラクルデータベースの最初のバージョンが、ミニコンピュータの PDP-11 用に出荷され、商用として、世界で最初のリレーショナルデータベース管理システムとなった。1994年には、DEC の RDB 部門を買収した。2005年には、JD Edwards を買収した、直後の People o f t を敵対買収し、 ERP などに進出した。2006年には CRM 大手のシーベル。2007年には業績管理ソフトウェアの最右翼であったハイペリオンソリューションズを買収し、同分野に進出する装備ベンダーの買収合戦に宣弁をつけ、続く2008年にはアプリケーションサーバーの BEA ウェブロジェックを持つ BEA システムズを買収し、オラクルウェブロジェックサーバーとした。 2009年4月にはサンマイクロシステムズの買収合意を発表した。オラクル社によるハードウェア事業を含む本格的な買収はこれが最小とされる。オラクル社の歴史はラリー・エリソンも参照。2005年1月にピープルソフトを買収してからオラクルは成長戦略として企業買収を行うようになった。1990年オラクルは10%の従業員を解雇した。 この時オラクルは倒産寸前まで追い込まれたが、その原因は、同社の最前線のマーケティング戦略にあった。営業員は、潜在的顧客になるべくたくさんの製品を一度に購入させようとする。そして、将来のライセンス売上げまで、今期の売上げに計上し、自分のボーナスを増やそうとした。しかし、計上した、将来の売上げが実際に入金されない状況が、生じ、 問題が表面化した。結果としてオラクルは売上高を2回訂正せざるを得なくなり、売上を強調しすぎたことに対する集団訴訟を起こされ、時短でそれを収集した。エリソンは1992年、オラクルが信じられないビジネス上のミスを犯したと述べた。IBM は DB に及び SQL、DS という製品でメインフレームの関係データベース市場を独占していたが、 ユニックスよびウィンドウズ向けの関係データベース市場では出遅れていた。このため、サイベース、オラクル、インフォーミックスがミッドレンジとパーソナルコンピュータのデータベース市場を支配するチャンスが生まれた。当初、オラクルはサイベースに技術的に遅れをとっていた。1990年から1993年まで、サイベースは最も成長が著しいデータベース企業だったが、 すぐに合併と製品上の問題によってトップの座から陥落した。サイベースは1993年にパワーソフトと合併したことによってデータベース技術への集中を失った。1993年、サイベースは Windows 上で動作する同社のデータベース技術をマイクロソフトに売却し、それがマイクロソフト SQL サーバーとなった。1994年、 インフォーミックスがサイベースからトップの座を奪いオラクルの最大のライバルとなったインフォーミックスの CEO フィル・ホワイトとエリソンの確執は3年にわたってシリコンバレーの新聞の一面を飾った1997年最終的にオラクルはインフォーミックスを打ち破った2005年11月オラクルとインフォーミックスの争いに関する本が出版され フィル・ホワイトがいかにして習慣されるに至ったかを詳細に記している。インフォーミックスとサイベースに勝ったオラクルはしばらくの間データベース市場の独占を達成していたが、マイクロソフト SQL サーバーのシェアが大きくなり、2000年には IBM がインフォーミックスを買収したことで状況が変化した。 2004年、オラクルの売上は14.5%伸びて62億ドルとなり、関係データベース市場でのシェアは41.3%でトップとなった。いくつかの情報源によれば2005年にはシェアが44.6%になったと見積もられている。当時はオラクルと競合するのは主に i b m d b 2と Microsoft SQL サーバーであり、 サイベースとテラドタがそれに続いていた。オープンソースのデータベースでは、ポストグレスコールとマスコールが広く使われている。エンタープライズデブは、ポストグレスコールをベースとしており、オラクルとの互換性機能をより低価格で提供するとしている。アプリケーション市場では、オラクルは SAP と競合している。2007年3月22日、オラクルは詐欺と不正競争で SAP を訴えた。 ビジネスインテリジェンスソフトウェアの市場が成長するにつれ、様々な企業がオラクルや SAP の製品と競合する製品を投入するようになってきた。2008年には SAP がビジネスインテリジェンス最大手ビズニーソブジェクッツを買収。2010年にインメモリーデータベース SAP、花をリリース。同年にデータベース大手サイベースを買収したことでデータベース、および アナリティクス市場の勢力図は一変した。2017年現在、オラクルのリレーショナルデータベース分野での主なライバルは IBM DB2 と Microsoft SQL サーバー SAP 花、a n a Postgres l である。オラクルと SAP 編集1988年以来10年間、オラクルはドイツの企業 SAPAG との協力関係にあった。始まりは SAPR。 3をオラクルの関係データベース製品と連携させることだった。両者は補完関係にあり、決して競合するものではなかった。SAP は今ではマイクロソフトとも提携し、マイクロソフト製品との連携を強化しているが、依然としてオラクルとも協力関係にある。オラクルによれば SAP の顧客の多くがオラクルのデータベースを使っている。しかし、 2000年代後半に入って両者は競合することが多くなり、大量、時には相手企業についてネガティブなコメントを発表することもある。2004年、オラクルは企業向けアプリケーション市場への関心を増すようになった。オラクルはそのための一連の企業買収を開始し、ピープルソフト、シーブル、ハイペリオンといった企業を手中に収めた。SAP がリーダーシップを発揮している市場で、 オラクルが競合しようとしていることが明らかとなり、オラクルが買収した企業の顧客をその機会に奪おうとした。SAP はそれら顧客に特別な値引きを提示した。オラクルも同様の手法で SAP の顧客を奪おうとし、これを同社のミドルウェア製品オラクルフュージョン 4SAP に引っ掛けてオフ SAP と称した。2008年現在、オラクルと SAP は サードパーティーによるソフトウェア保守サポート市場でも強行している。2007年3月22日、オラクルは再び SAP を訴えた。訴状によれば、SAP の子会社であるタモローナオが、以前のオラクルの顧客のアカウントを使い、古いオラクル製品群について、オラクルのウェブサイトから体系的にパッチや文章、取り出しか安やすでサポートを提供したという。2007年7月3日、 SAP は、タモローナオの従業員が、オラクルのサポート用ウェブサイトから、不適切なダウンロードを行ったことを認めた。しかし、SAP 本体の従業員や顧客がタモローナオを、経由して、オラクルの知的資産にアクセスしたことは否定した。SAP の CEO、ヘニング・コガーマンは、一回でも、不適切なダウンロードが行われたとしたら、私から見れば受け入れられない。 このようなことが起きたことを遺憾に思うと述べた。さらに SAP は、タモローナをの過失に対して叱るべき対象をすると発表した。オラクルはマーケティング素材として、オラクルクリアベというビデオシリーズ。2000年、オラクルはマイクロソフトのハントラスト法違反の裁判に関連して、ゴミから情報を掘り出すために、私立探偵を雇い、コンピュータ業界と報道機関の注目を集めた。 オラクル会長ラリー・エリソンは、反トラスト法裁判において、マイクロソフトを支援したグループを調査するためであり、一種の公共サービスだとして、同社が東海岸の探偵事務所を雇ったことを擁護した。この調査で、アソシエーション・フォー・コンペティティブ・テクノロジーの管理人2200ドルを支払って、マイクロソフトのゴミから情報を探したという、他人が、 オラクルのビジネス活動を調査したとしたらどう感じるかを聞かれ、エリソンは我々はレドモンドにゴミを出しており、誰でもそこを通り抜けることができる。我々は完全公開を信じていると述べている。オラクルは宣伝文句として、キャント、ブレークイット、キャントブレークインあるいはアンブレーカブルという言葉を使っている。これは情報の安全性へのますます高まる需要を意味している。 オラクル社はまた、ネットワーク型データベースの信頼性とデータベースへの、ネットワークアクセスを主要なセールスポイントとして、強調している。しかし、2002年に、これらスローガンを使い始めて2週間後、デビット・リッチ・フィールド、アレクサンダー・コーン・ブラスとセザール・セルドラは、オラクル製品に対する攻撃が成功したことを、明らかにした。このため、オラクルのスローガンは非現実的であり、 クラッカーを引きつけるだけだと批判されたが、オラクルのセキュリティ担当重役のメアリー・アン・デビッドソンは、その批判が不公平だと述べた。このスローガンは、オラクル製品の難航不落差を表しているのではなく、オラクルのデータベースサーバーが14種類のセキュリティ評価に合格したことを示したキャンペーンだと、彼女は主張した。2004年、当時のアメリカ合衆国司法長官、 ジョン・アシュクロフトは契約成立を阻止するため、オラクル社を訴えた。2005年、オラクルはアシュクロフトが最近設立した政治団体ザ・アシュクロフトグループ LLC と契約を結んだ。その後、オラクルとアシュクロフトの政治団体は、情報機関関係で数十億ドルの契約を獲得している。オラクル本社ビル群オラクルの本社は、サンフランシスコ半島のレッドウッドシティの レッドウッドショアーズ地区にあるサンカルロス空港に近い、現在のオラクル本社の敷地にはかつてマリーンワールドアフリカ USA があったが、1986年にバレーホに移転した。オラクルは当初2つの建物を借り、以前の本社があったベルモントから財務部門と経営部門だけを移転させた。その後、敷地全体を買い取り、さらに4つのビルを建設した。 これら本社のビルは、ロビン・ウィリアムズ主演の映画、アンドリュー・ NDR-114 で、架空の会社、ノーサム・ロボティクスのビルとして登場している。オラクルの初期の従業員ブルース・スコットは、1984年にマングプタと共にグプタテクノロジーズを創業し、後にポイントペース、インクの創業者兼 CEO となった。スコットは、オラクル V1、V2、V3 の設計に携わっていた。 オラクルのサンプルスキーマ、スコットとそのパスワード、タイガーは彼の命名である。1997年、ラリー・エリソンはスティーブ・ジョブズがアップルに戻った後、同社の取締役に就任した。エリソンは取締役会に出席する時間が取れないことを理由に2002年にアップルの取締役を辞任した。ビジネスデータ、ありがとうございます。